なんなん急に呼び出して。誰だと思うぐらいめっちゃテンション低く。自分、うちのこと倉庫にぶち込んだままやったやん。まあ新しくパソコン買い直していろいろインストールしてて思い出したとは、口が裂けても言えないわけですが、まさか、天下の茜ちゃんともあろうものが、ちょっと1年ほど倉庫に放り込まれたぐらいで拗ねたりなんて。拗ねてるで。冗談はさておき本題へ行きましょう。冗談ちゃうんやけど。まあええわ、そんで今日は何や言うて呼ばれた？ちょっと新しいゲームを始めようと思ってですね。まあ具体的にはこれなんですけど。うわ、めっちゃ懐かしいもん引っ張り出してるやん。そうなんですよ、小中学生の頃遊んでたカードなんですが、東京に引っ越す際に一部を実家から持ち出していたみたいで。最近ルール変わって大騒ぎなっとったよ。もう1年ぐらい前の話ですし、そもそもその大騒ぎになった元凶のシンクロ召喚とかペンデュラム召喚の時代を全く遊んでいなかったので、縛りがかかったことで復帰勢としてはルール覚えやすかったです。まあもう15年経ちますからね。あれ、もうそんな経つんか。月日とは残酷なものなのです。あれはどうしたん、シャドバが飽きたんか。そんな新しいおもちゃ目だった時のお母さんみたいな反応を、まあ強いて言えば飽きたとは逆の感情で、デジタルカード触りまくった結果、本物のカード触りたい、そういう気持ちが湧いてきて、ずっとやりたいやりたいと口にはしてたんですよね。わかる。そうでしょうそうでしょう。物分かりの良さ日本一やからな。当然や、けど、いっつもやりたいやりたい詐欺で、実際にやることほとんどないのに。今回はほんまにやり出すとか、一体どうしたんや？その日頃の評価についてはいかんせん痛いところはありますが、まあ実際やりたいって言って踏ん切りつかずにやらないとか、逆にやらないって言ってやり出すとか結構ありますからね。今回は、ファンクラブの視聴者さんが、そんな私の性格を知ってか知らずか逃げ道を潰すように、ストラクデッキとスリーブ、プレイマットまで一式プレゼントしてくれました。やばい、めちゃくちゃ太っ腹やん。さすがにデッキをもらったらどん底な私もやる気になるというもの。早速近所のショップに行って、我が家に住んでいる謎のデュエリスト N さんの分のデッキを探しに行きました。デッキ3つもろたけど、2つはケソハネさんたちの分やしな。ハネムーンさんはケソさん曰くガチ勢らしいので、こちらがしっかりルール覚えたあたりで対戦とかできそうですね。そんでまあ、近所にカードショップがあったので、カードショップに行ってきたんですよ。1枚100万円ぐらいするカード買ったんやな。たまに視聴者にも言われるけど私貧乏設定のはずなんですけど。ほら、某社長も120万のブラマジガード買ってたし。クソザコ YouTuber とトップ YouTuber を一緒にしないで、ストラクデッキですよ。1箱1000円の。そんでまあ店員に聞いたところ、うちは中古カード専門取り扱いだからそんなもんないよ。なんやこの店使えへんや。今後お世話になるんだから暴言やめて。仕方ないので、少し遠めのゲームショップまで行ったところ。山ほどあるのによ。でかした。お前声以外言うのやん。声は割り当てに限りがあるから許して。おすすめは暗黒の呪縛あるって箱にょん。とまあ、このストラクデッキをおすすめされたんですが、さっき視聴者からもらったプレゼントの中にあったやん。そうなんですよね。同じデッキで対戦してもいまいちやん。うちはそんな三種と悪魔デッキより、主人公のデッキがええわ。いやいや、視聴者からの前情報でも、ショップ店員さんの証言からも、この悪魔デッキ結構ガチらしいですよ。ええから主人公が使うとるデッキ買ってき。いや買ってこいって言ったけども、なんで同じデッキばっかり買ってくるねん。ストラクチャーデッキは3つ買うとガチ強いのに仕上げられるってそそのかされちゃったもんで、ちなみに視聴者にもらってばっかりも悪いので、これとは別に近所の店にあった暗黒の呪縛、残り在庫3つ全部買ってきました。視聴者プレゼントで視聴者の家に送りつけるので、欲しい人は動画見終わったら応募してください。プレゼント用は暗黒3つとサイバースリンク2つや。めんどくさいからどっちが欲しいとかは選べへんで、届いてからのお楽しみやな。視聴者プレゼントでもしてみんなにも始めてもらわないと、動画見てくれる人少なくて動画作るのやめるオチが見えてるからね。さてでは早速買ってきたデッキと視聴者にもらったデッキに保護プロテクターを装着したいと思います。一個言うてええか。はいどうぞ。めんどくさ。その意見は承服しかねます。現在、草の人家で子供ができたら教えたいこと第1位にノミネートされているのが、トレーディングカードは死ぬほど大事に使えですからね。他にもっと教えることあるんちゃう？いやいや、この勇気次第や、もっと綺麗な状態で残ってたら、こいつ1枚だけで、今回の視聴者プレゼント代が全部賄えたんですよ。なんでもっと大事にせんかったんや。いやはやほんと。プレミア価格ってのはわからんもんですよね。遊戯王よりもすごいのがマジック・ザ・ギャザリングで、未開封のパックとかが、余裕で100万円超えで取引されてますからね。レアカードじゃなくて、未開封のパックのままでか。どういう原理かわかりませんが、何が入ってるかわからんパックに、めちゃめちゃすごい値段ついてるらしいです。各有遊戯王も、私も昔買ったことのある、すっごい古いスターターセットの未開封品が、数万円で売られてたりしますからね。スターターパックって、
基本雑魚カードやろ。何が高額になってるやら見当もつかないので、大きな視聴者のお家にも、とんでもないお宝が眠ってるかもですね。我が家のカードは保存状況が悪いのでおそらく紙くずでしょうが。子供のすることやからしゃあないな。しかし本なら、この視聴者プレゼント用のストラクデッキ、送らずに置いておいたら、プレミアつくんとちゃうか。そこに気づくとは、お主天才か。まあありえなくもないですが、正直動画の冒頭でも話したような、ルールの改変で紙くずになったりする可能性もあるので、コレクターなら価値が上がってから買えばいい。お金儲け目的なら株を買った方がマシ。そういうイメージですね。よっしゃ。じゃあ100万のカード買おう。100万のカード買うよりまず対戦用のカード揃えません。どうせ自分対戦の才能ないんやし、そういうのいらんのちゃう？ひどくない？ちょっといつまでスリーブはめ作業を見せられるんかと、心配しとったんやけど、対戦するんやな。今回右側が私草の人、15年のブランクありと、左側が、同居人の謎のデュエリスト N さん、正体不明の謎のデュエリストです。ちなみに遊戯王歴は今回が初めて、画面外にはストラクについてきた、ルールブックがこっそりと携えられています。まあこの組み合わせやと、うちが N さんの声当てやるんやけど、遊戯王やったこともないのに、対戦相手覚悟に付き合わされて、ほんま苦労しとるな。同情するわ。同情するならともうくれ。なお今回、両者ともにデュエル初心者のため、ルールの勘違い、および自ら溢れる闘気のコントロールが追いつかず、あまりの熱気に地響きでカメラが揺れることがございます。ご了承ください。ちょっと待って。それより今のじゃんけん何？不正はなかった。いいね。メインフェーズ、デーモンの騎兵を攻撃表示で召喚。カードを1枚セット。ターン終了でそっちのターンです。なんやいきなり攻撃力高いやん。ジェミナイエルフさんへの敬意が足りんのちゃうか？このご時世に効果もないただの雑魚モンスターですか。月鏡の盾装備しとくで。よ。この装備はダメージ計算時に、相手の攻守どっちか、高い方の数値、それにプラス100した攻撃力守備力に、モンスターを強化するんや。圧倒的っ損。あえて言わせてもらうわ。まあ見てろってイメージブルガリアヨーグルト。己調子に乗りよって。久々に言えてスッキリしたわ。たかが100ダメージで何をドヤ顔してるんですかね。こちらはデスガイドを召喚。効果発動。デッキからレベル3モンスターを効果を無効にして特殊召喚。悪魔城リリスをデッキから特殊召喚しますよ。なんでレベル3のくせに攻撃力2000もあんねん。本来であればリリス自身の効果で攻撃力は1000になるんですが、デスガイドの効果を無効にする効果とのコンボですね。さらに続けて発動、死のデッキ破壊ウィルス、攻撃力1500以上のモンスターを破壊、手札もこちらに見せてもらおうか。いやや、変態、痴漢。いや、そういう効果なんて。ほんましゃあなしやで、感謝してや。あ、はい。ありがとうございます。なんか違う気がするけどまあいいや。これでそちらのフィールドはガラ空き。手札も残り1枚。こちらは攻撃力2000のリリスがいる。こんなん引いたら、ソウルチャージ。1匹につき、1000ライフ払えば、無限に墓地からモンスターを復活させられるで。ちょっとやりすぎでは。そっちが破壊ウイルスでめっちゃ破壊してくれたからな。偉い人はこう言いました。墓地は第2の手札。行くで。リンク召喚。説明しよう。リンク召喚とは、リンクモンスターが指定した条件に見合った、モンスターを含んだ上で指定数のモンスターを墓地へ送り特殊召喚される、エクストラモンスター。エンコードトーカー召喚。さらにトラップカード。強調のスワンプマン発動。サイバース族モンスターのトークンを生み出す。あれ、待ってなんかすごいコンボ発動しまくってね。トーカーは、味方の戦闘を1回をなかったことにしたあえて、戦闘した相手の攻撃力を、自分の攻撃力に上乗せすることができる。スワンプマンでリリスを攻撃。そしてそれを無効化。リリスの攻撃力2000を上乗せしたトーカーで、リリスを攻撃や。こいつ、味方をおとりに学習してやがる。これが新時代の主人公の力。リンク召喚だと言わんばかりの暴れっぷり。なんや大ヒット出しそうな雰囲気あるな。だがしかし、カードゲームは往々にして昔のカードも強いのだ。禁止令発動、エンコードトーカーは、禁止令が場にある限り、効果の発動、攻撃ができず、また、特殊召喚の材料にすることもできない。続けて魔法カード発動、悪夢再び、墓地から2体の悪魔族を手札に加える。そのバシノキの時間稼ぎやな。先ほどお見せしたのは脳筋リリスちゃん。次は本当のリリスちゃんの力をお見せしますよ。もう一度、デーモンの騎兵を攻撃表示で召喚して、覚悟せよスワンプマン、デーモンの騎兵で、スワンプマンを攻撃、ターンエンド。結局、エンコードトーカーは倒せへん。それが三流悪魔族の実力ってことや。何それ、褒めても何も出ないぞ。それは反流アイドル族。お前の身にはどんだけポジティブフィルターかかっとんねん。コズミックサイクロンで。そのフィルターごと禁止令破壊や、耳掃除ぐらいちゃんとしとけ。あ、なんかすごい聞こえるようになった気がする。これは、水素の音？お前のモンスターの断末魔やぞ。せっかく禁止令でエンコードトーカーを封印したと思ったら、またすぐ動き出すじゃん。何あのデッキ強くない？主人公様のデッキやしな。
弱いはずない。主人公云々の冗談は差し置いても、ストラクそのままでこのレベル、確かに3つ買えば、かなり強いデッキになりそうな予感はしますね。デジトロン、お前のことやぞ。さて、トーカーさんが再び動き出してピンチな私。しかしここに来て、ストラクデッキ特有のいろんなカード入れすぎて、できることが特に何もない現象が2人を襲う。こっちはエンコードトーカーが、盤面によるからええけど、追加でバックリンカーを通常召喚、効果とかどうでもええわ。トーカーとリンカーでダイレクトアタック。やべえ、かなりしょっぱい負け方しそうになってる。ここで何か引かないと本当にまずいですよ。ここまで引けない時点で、今さら何引いても遅いわ。思うじゃーん。魔法カード、ブーギートラップ発動。手札を2枚墓地へ送り、墓地からトラップカードを1枚セットする。そしてそのままトラップカード発動。ほんま自分そのウイルス好きやな。カイバーマンの消耗やるわ。カイバのウイルスは負けフラグって一番言われてるから。ようわかってるやん。手札から悪魔城リリスを召喚。効果で攻撃力が半減して1000に。リリスを媒体に、死のデッキ破壊ウイルスを発動。効果、相手は大体死ぬ。2回もウイルス発生するとかパンデミックやな。このデッキには5種類のウイルス入ってて、マジでびっくりしましたけどね。そんなたくさん増えたんか。さっきのウイルスの時に効果勘違いして、そっちのライフ3000減ってるんですけど、昔の死のデッキ破壊ウイルスにはなかった効果とか増えてますからね。狙ったって言って、昔と効果変わってるカードとかあるらしいな。確かコラッタの進化系もそうでしたよね。それはデブった。アローラの牛ポケモンや。知らない人が本気にするからツッコミでボケるのやめて。おお、てか懐かしい。メタモルポット。お前を殺すモンスターの名や。覚えとき。覚えるも何も、人生で一番最初に買った遊戯王のパックの、一番上にいたのが確かこいつですよ。忘れられねえ。攻撃力1000以上のモンスター引いたら、こっちの勝ちやったんやけどな。でもまあ、あとライフ300やし。さすがにうちの勝ちやろ。確かに、もう下手にコストも支払えないライフポイントですが、簡単に負けるわけにはいかないんだよな。いえ、今まで守備力ゼロとかばっかりあったのに。こいつのことはこれから岩石の巨兵先輩と呼んでもらおう。そして先輩は、千年の盾を超える。ずっと伏せとるの。なんやと思ってたら。岩石先輩の防御力はこのターンのミニ倍。4000、メタモルポットよ。震えるがよい。反撃ダメージ、3300だ。さっきまでずっと守備力ないやつばっかりやし、どうせまた、カズモンスターやろうと、攻撃したら。いつの時代も岩石の巨兵とホーリーエルフはメタカードだって、同じクラスの佐々木くん言ってたんだよな。えらい守備的な性格しとるな。まあええわ。戦闘ダメージが発生したら特殊召喚、いろいろ効果あるんやけど、今関係あるのは、手札枚数分の攻撃力を得るってところな。2枚なので1200、まあ0枚じゃなきゃいつでも私を殺せるってことですか。ちょっとヒヤッとしたけど、年貢の納め時やな。ぐぬぬ。確かにこのターンドローはカスだった。だが相手よ、まだ負けていないと。ほんま、王城際の悪いやっちゃで、うちは追い打ちに、ロムクラウディアを召喚。これをさらにメタモルポットとリンクさせてリンク召喚。ファイナルソーサレス、効果も全く発動できない条件ですし、攻撃力もロムクラウディアから下がってるんですが。リンク召喚、かっこええからな。ほら、んじゃまあその岩石の巨兵死んどき。二王立ちの墓地効果発動。墓地のこのカードをゲームから除外することで、相手はこのターン、指定したモンスター以外を攻撃できなくする。だからなんやねん。守備ゼロは破壊。もう一匹のファイナルソーサレスでダイレクトアタックや。だから、それができないって言ってるんだよな。そちらが唯一攻撃できる岩石くんはすでに墓地。攻撃したくば墓でも掘ってるがよいわ。なんやねんそのむちゃくちゃな解釈。コナミによる公式裁定らしいですよ。ほんまかいな。けど、そっちのターン。何もセントターンエンドって。うん、そうですね。ここで悪運がつきましたね。とまあ、かなりルールもガバガバの状態で遊んでみて、アニメも顔負けな俺たちルールもあったかと思いますが、15年ぶりに遊んでみたら結構楽しく遊べました。カードプレゼントしてくれたリスナーさんにはほんま感謝やで。いざ撮影してみたら、前評判を覆す試合結果になったのが残念ですが、暗黒の呪縛も、めちゃくそ強いデッキでした。動画の冒頭でもお伝えした通り、ストラクデッキ、暗黒の呪縛 R3 箱、サイバーリンクス2箱を、1名1箱ずつ、合計5名にプレゼントします。めんどくさいから。細かい応募条件とかなしや。チャンネル登録の有無とかとはないので、遊戯王やってみたい人を応募してください。ただし、どっちのストラクが届くかはわかりません。コメント欄にて、プレゼント応募の文字をコメントしてくれれば、動画公開から72時間を締め切りに、当選者に住所を伺う連絡をさせてもらいます。DM を受け取れるようにしとくんやで。ということで、動画本編はここまでになります。ここから先は、遊戯王ユーザーには少し関係ない、遊戯王をやった結果、シャドバスについて思ったこと、という投稿者の雑談コーナーになります。よろしければ見ていってください。ということで、おまけのコーナー、何でも言うことを聞いてくれるアカネちゃんに今更ドハマりして、アカネちゃんを引っ張り出してきた草の人です。今回、よくシャドバスについてカードゲームとして未熟すぎるという意見が、カードゲーマーの中で勃発しているのを見ていて、普段なら不運程度でスルーしちゃうんですが、遊戯王をやってみて思った感想を言います。
シャドーバースってやっぱすげえや。何がすごいって、リリース当初のシャドーバースは、カードゲームじゃないのに、カードゲームだとみんなに錯覚させていたという点です。何言ってんだお前と思われるかもしれませんが、遊戯王カードで遊んでわかるのは、できることの多さ、相手のターンに魔法やトラップを発動する、こういった相手のターン中の動きはカードゲームの基本ですが、シャドーバースにはそうしたカードは一切ありません。まあラストワードや光線時能力がそれに該当するのかもですが、防御側が能動的に発動できる効果ってのがないんですよね。これが素晴らしい。こうした、極限までできることを減らして簡略化した結果、より多くのユーザーがプレイできるレベルにまで、ゲームの難易度を落とすことに成功し、シャドーバースは大成功を収めることができたわけですね。これが最初から、自由度が高いカードゲームチックなカードゲームであれば、おそらくコアゲーマーしかプレイしない、過疎ゲームとしてその一生を終えていたでしょう。難しすぎるゲームをプレイしたいというコアゲーマーはごく一部であり、そしてその要求や指摘はゲーム性としては正しいかもしれませんが、より多くの人が遊べるおもちゃとしては間違っているのかもしれないと感じました。事実、謎のデュエリスト N さんは、人生で初めて触ったカードゲームがシャドーバースだったのですが、無課金でもなんとかマスターランクまで上がってましたし、そのマスターまで上がれた経験がありながらも、遊戯王カードのルールを覚えるのには、その何倍も苦労していたように感じました。これ、絶対一人でやってたら挫折してますよね。私が動画の撮影用に反強制的に覚えさせてなかったら、絶対めんどくさくなってやめてましたよね。私の大好きなゲームである、FF14 にも同じことが起きています。現在、5年目にして過去最高接続を記録していますが、やはり、新規に追加されるコンテンツは、エンドコンテンツでさえ昔より大幅にゲームの難易度は落とされ、より多くの人がクリアできる難易度となっています。まずいと言われる MMO のゲームクリア者が、任意で挑戦するエンドコンテンツでさえ、より多くの人が挑戦、クリアできる難易度にされている。ゲームがゲーム性や難易度、奥深さが重視される時代は、終わりを迎えようとしているのかもしれないなと、遊戯王のルールを教えながらしみじみと思った草の人でありました。ともかく、しばらく遊戯王の動画をちまちま出していくこともあるかと思いますが、こうしたらもっと見やすくなるようや、これ買うといいぞみたいなのあったら、ぜひコメント欄か、Twitter で教えてください。ご視聴、ありがとうございました。